はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は酎ハイですね。氷結の、ゴールデンミックスです。果汁が 1.2%、アルコール度数 4%、期間限定です。果汁が、原材料が果汁括弧パイナップルとリンゴとキウイフルーツとウォッカと、糖類と酸味料と香料。ゴールデンパイナップル、シナノゴールド、ゴールドキウイの氷結ストレート果汁を使用。ゴールデンな、フルーツが出会って生まれた楽しいひとときにぴったりの金の氷結となっております。このさ、ゴールデンキウイ、いわゆるゼスプリゴールドみたいなやつ。ゼスプリっていうシリーズ、キウイフルーツ、スーパーに売ってるじゃないですか、よく。1個100円ぐらいで。割とでかいんだよね。こんぐらいのでかさで、100円とかで売ってるんだけど。あれ1回食ったことあるんですよ。今までずっと食ってなくて。で、どんなうまいんだろうなと思って。だいたいキウイフルーツって3個100円とかじゃないですか。そんぐらい？まあ、うん、小ぶりなやつ。ゼスプリ。ゼスプリね。キウイフルーツ。乾杯。で、それを買ったんですよ。でね、食ったらね、びっくり仰天。高いだけはあった。めちゃくちゃうめえと。俺が食ったの確か、黄色のやつね。うん。食ったんだけど、明らかにね、普通のね、緑色のキウイに比べると、なんかね、なんだろう。もう甘さの、根本が違うんだよね。甘さのさ、キウイのさ、味っていうか、それの根本が違うんだよね。うん、まあ、それにびっくりしましたね。うん、今、そのサイトで見てると、なんかマンゴーみたいな形のキウイ、ゴールドキウイもあるみたいですね。ゼスプリゴールドキウイっていうなんか、マンゴーみたいななんか、普通のキウイの形じゃない、ちょっと、なんだ、洋梨型の？うん。これ食ったことないな。俺食ったのが普通の、キウイの形にした、普通のキウイなんだけど、黄色の果肉のやつね。ゼスプリサンゴールドキウイ。まあ、普通に売ってるんだけど、値段が120円ぐらいするんだよね。1個ね。1個120円ぐらいするから、高いんだよ。だけどね、明らかにうめえ。あ、確かに120円の価値はありそうだなって思ったね。うん、ローソンストア100とかで売ってるキウイが、だいたい 4つぐらい入って108円ののがあるんですよ。ああいうのって基本的に買ってきてね、そのまま食べようとすると、
そのまま食べるとね、ものすごく酸っぱくて、まあ、いわゆる追熟しなきゃいけないんですよね。うん、だけど、ジェスプリ系は多分、追熟する必要がなくて、もう大体そのまま食える。で、おまけに明らかに味が違うんだよね。うん。さっきも言ったけど、キウイフルーツの味じゃなかったんですよ。明らかにね、なんか別のフルーツだなっていう感じ。でもこれはうめえわって思ったね。うん。これが金持ちだったら毎日食うレベル。うますぎて。うん。1日10個ぐらい食うレベルですね。金があったら。どっかの、セレブみたいに、デスプリゴールド10個買って、毎日10個買うみたいな。そういうセレブ。なんか、なんていうの？意識高い系のね、ゼスプリゴールドってあれじゃん。もう意識高い系果物じゃん。あれ完全に。リンゴとかさ、1個100円のリンゴとかに比べると、意識高すぎね、ゼスプリゴールド。絶対あれだよね。低所得者層、低所得者層をターゲットにしてないよね、うん、ということでこの氷月のゴールデンミックスですが梨ですね、うん、これほとんど梨の味ですね。キウイの味は欠片もないです。で、パイナップルの味もするんだけど、まあ、梨が7割ぐらいの味だな。梨7割。パイナップル3割。で、キウイの味なし。うん。そんな味です。ほとんど梨チューハイですね、これ。ほとんど。別にまずくはないんだけど、まあ、梨ですねって言われるもん、それだけなんで。大したもんじゃねえな、これ。これは大したもんじゃない。確実に。コク。はい、3443です。ご視聴ありがとうございました。